この霧、毒！血が…フィネガス、親指を噛む。名役に応じろ。指の鮮血、確かに受け取った。癒しの水よ。収まった。苦痛も何もかも。化け物、来るな！どちらが化粧だ？人の皮をかぶった妖魔が。短い獅子、同時、それにパルームなのか。ここは捉えたものを恥ずかしめる狩り場、いや、処理場。団長、敵全て殲滅しました。予想通り毒を用いてきましたが、癒しの店によって騎士団全員無事です。そして毒婦の側近と思われる者を打破しました。でかした、ゴール騎士団に身柄を預かられる前に隠れ家に運べ。決して気づかれるな。現場の指揮はアルフに任せろ。承知。フィアナ、ゴール両騎士団、周囲の調査を行う。ここで何があったか、そして賊の生き残りがいないか調べ上げろ。森の入り口に引き返していろ。王家の森でこのような所業、決して許されることではない。ひどいよ、こんなの。ひどい。フェリス、フェリス、どこへ行くつもりだ。待て、森の奥へ行くな。残党がまだいるかもしれない。今すぐ。あれほど鬱蒼としていた森が開けた。ここは木の根に突き立てられた剣？いや、これは墓標なのか。
久しぶり。ただいま。フェリス、この場所は何だ？お前は何か知ってるのか？ねえ、ラザル。その剣、抜いて。なんだと？できるものか？ここは王家が所有する森。得体は知れずとも、赤嵐のような真似は。大丈夫。これは、そんなんじゃないから。ここには、一人の騎士と、彼を愛した人が。眠ってるだけだから。この剣、きっとラザルに使ってもらいたいと思う。ラザルのことを守ってくれると思う。だからお願い、ラザル。ボロボロに朽ちた塚。しかし剣心は死んでいない。それにかすれてよく判然としない刻印。この紋章、どこかで。そういうことだったのか。ラザル様たちは捕らえられず、挙句駒の多くを失った。サリオに至っては消息不明。タイロンたち、静かにキングを追い込むつもりが。真実追い込まれているのはこの私。ああ、ミーア、どうしましょう。フィー様が来るわ。陛下や私を殺しにやってくる。名も知らぬ騎士様、同じパレウムなら何か知っていませんこと。あの勇者様の泣きどころ、あの方のすべてを。何をされたらフィン様は怒るのかしら。どんなことをすれば、悲しみ、恨み、泣き、笑っては喜ばれるのかしら。私を殺しに来られるのですね。嬉しい、楽しみ。こんな
気分はいつぶりかしら。獲物が私を逆に食い殺そうとするこの感覚、王妃なんてものになってからろくに味わえていなかったこの旋律。ただの凌辱じゃ達しきれない優越、フィアナ騎士団の時も堪能しきれなかった死と生の間の殺し合い。なんてはしたないんでしょう。心がくしょくしょに濡れてる。まるで初恋をした生娘のよう。早く来てフィン様、私を殺しに。そんなあなたを私が身も心も隅々まで殺し尽くす。とは言うものの、追い詰められているのは事実。相手の狙いもわからない。まともにぶつかれば死ぬのは私。あの方の手足をもぐために一つ賞でも用意いたしましょうか。